アンドルス・アンシップは、エストニアの政治家。欧州委員会副委員長兼デジタル単一市場、担当委員。エストニアの首相やエストニア改革党党首を務めた。科学者として、研鑽を積んだ後、銀行などのビジネスを手掛けた。2004年に国政に進出して間もなく経済省に抜擢され、2005年には首相となった。2014年11月1日に、 欧州委員会委員に任命された。タルトに生まれる。1979年、科学の学位を得て、タルト大学を卒業。同年から1983年まで、2年間の、1986年から1988年まで、エストニア共産党、タルト地区委員会組織局長、県産業局長官。銀行や投資事業に何件か関与し、 タルトゥ人民銀行の役員や、リボニア民営会府委員長、投資ファンドブローカーリミテッドの CEO などを歴任した。ラジオタルトゥの代表取締役でもある。1998年、中道右派のエストニア改革党からタルトゥ市長選挙に立候補し、当選した。2004年までの在任中、世論調査におけるアンシップの支持率は非常に高かった。 公認のタルツ市長には、同党の来年ヤネスがついた。2004年11月21日、アンシプは、エストニア改革党の党首となった。これは、同党の創設者で、それまで党首でもあった、シームカラス元首相が、欧州委員に選出され、ブリュッセルに移ったためである。これによって、アンシプ・モタリンに移った。また、同年9月には辞任した。 メイリスは当年経済通信省の公認となったが、在職期間が短かったため、アンシップの経済通信省としての実績を評価することは難しい。2005年3月24日のユハンパルツ首相の辞任を受けて、アンシップは3月31日にアルノルド・リューテル大統領から組閣を命じられた。中央党及びエストニア人民同盟との連立合意によって、 アンシップ内閣は4月12日に国会の承認を受けた。国会議員101名のうちアンシップ内閣に賛成したのは53名で40名は反対した。アンシップと閣僚らは4月13日に就任した。2007年3月4日の総選挙でアンシップの改革党は27%の票を獲得し、国会における議席数を19から31に増やした。 アンシップ個人は22,500票以上を集めた。トーマス・イルベス大統領から組閣を命じられたアンシップは、今度は、祖国共和連合と、社会民主党と連立を形成した。アンシップの2期目の首相職は2007年4月5日に、始まった。しかし、2009年5月に、社会民主党が連立を離脱し、 改革党と祖国共和連合の少数与党政権に転落した。ロンドンで開かれたイギリス北欧バルトサミットにて2011年3月の総選挙で改革党は33議席を獲得し第1党を維持した。アンシップはイルベス大統領から再び祖国を命じられ改革党と祖国共和連合の連立政権が続くこととなった。 アンシップの3期目の首相職は2011年4月6日に始まった。2014年3月4日、アンシップは後継者に翌年の総選挙を率いてもらいたいとして辞任を表明した。2013年12月4日から辞任する2014年3月26日までの期間、アンシップは欧州連合諸国で最も在職期間の長い首相であった。 2014年9月10日、欧州委員会委員長に内定したジャンクロード・ユンケルは、副委員長兼デジタル単一市場担当委員に、アンシップを推薦した。その後、アンシップは、欧州議会の合意を経て、欧州理事会から、ユンケル委員会の副委員長に任命された。婦人会のアヌアンシップと結婚しており、高校医のレイと、ジャーナリストのティーナ、リーサの3人の娘がいる。 2009年11月10日、エストニアの志願性民兵組織であるカイツエリートに加入した。世界の主要なクロスカントリー10大会を完走した称号を持つ強者で、2010年2月14日には、札幌国際スキーマラソンの男子50キロに出場し、3時間27分44秒で完走した。ありがとうございます。